15位。ウィンストン・キャスター・ホワイト。これまぁ優しい男が吸っとるね。いいやつ。モテるね。女の子の荷物全部持ってあげるタイプ。なんなら女の子も持ってあげるね。まぁ、あ、見た目はちょっと装飾系なイメージなんだけど、とにかく平和主義で信用できる人。<laughs> ウィンストン・キャスター・ホワイト吸う人なら、俺知らん人でもキャッシュカードの暗証番号を教えてあげる。なんなら口座確認したら増え取りそうやもんね。とにかく性格良くてモテる男。 14位、セブンスターメンソール。これ、洒落た爽やかな男の人が吸っとる。<ぁ>ほんで、上品にマナーよくタバコ吸うんよ。吐くときも、腹流縁なるべく出さんように、こう、口をフィルターみたいにして吐くよね。クジラみたいになっとる。<laughs> ほんで、1日5本ぐらいしか吸わんのよ。とにかく品がある。タンが出てきても、飲み込むタイプ。 13位。フィリップ・モリス。完全に元気なモテ男。ちょっとアメリカな感じだよね。髪染めとる。で、いじゃん着て腕まくっとんのこれ。コンバースの靴履く。テーブルの上に座って女の子に話しかける。今日夜は空いてる可愛いい子通ると指笛鳴らす。ピーッかっこいい男よね。ただ欠点はチャリでスピード出しすぎる。危ない。 12. 位メビウスのソフト。これ高青年のサラリーマンだね。婚活パーティーでモテるんよ。基本スーツ着とんよね。メビウスのソフト吸っとる人は仕事ができるの。か女性から見てもかっこいい素敵ってなる、ね、パソコンで文字打つのバリ早い。タバコ吸うときも仕事のこと考えとる。もう煙が文字になっとるもんね。会話も知的なよ喫煙所でみんなでタバコ吸うときは雑学1個披露して帰る。カタツムリって歯が1000本あるらしいよ。 11、ウィンストン・キャビン・レッド。これちょっと渋めの30代のかっこいい男大人のかっこいいさよね。余裕がある。ライターなくても焦らんの。冷静に時計で太陽の光反射させて火つけようとする。それで無理やったら近くの美女にライター借りるんよ。頼み方ばりかっこいいライター貸してくれないほんで返すときはライターの裏に LINE の ID 書いて返す。僕の心にも火をつけたよってこれ言っちゃう。 10位、ラッキーストライク、ソフト。これバンドやっとるかっこいい男やね。多彩な雰囲気出とん髪型とかファッションとかバリシャレとる。ロン毛か、パーマ。もう吐く息もレインボーなんこだわり強くて完全自己流を極めとるね。ギターは確実に弾ける。弾きながら吸うもんね。もうあの、ラルクアンシェールみたいに。ラッキーストライク吸っとるけどギター弾けんっていう人、これ気づいてないだけ。絶対弾ける。9位、ピースライトボックス。 これ、大人な落ち着いた、ちょっとお堅い仕事しとる人やね。先生とか、まあ、警察の人とか。休憩中にタバコ吸うんよ。男が見てもかっこいいね。ちょっとネクタイ緩めてタバコ吸う。渋い表情でちょっと目を細めとる。これ、煙バリ吐く。もうその煙黙々の向こうに見えるその人。バリかっこいい。魔法が解けた王子様みたいな。8位、マルボロブラックメンソール。 これはね、遊び慣れとるし、真面目な部分もある男。そのバランスがちょうどいいんよ。バーの店員とか、真面目に働くけど、ちょっとワイワイしとる感じ。あと、大学生とかで、あの、ブラックメンソール吸う人も、勉強もするし、スポーツもする人。で、モテるんよね。ただ吸った直後にフットサルしてバリむせとるけどね。しばらく仰向けになっとる。あと、このブラックメンソールのパッケージもね、中二病の俺が大好きなデザインなんよ。腰につけたら変身しそうやもんね。 7位セブンスターソフトまあこれは男って感じやねちょっとチャラめでちょい悪ないでもねあの常に彼女おるしモテる男から見ても仲良くなりたい人やね、うん、明るくてノリがいいだいたいセッターのソフトする人はあのこうぐしゃっと握って口にタバコ加えて引っ張り出す箱もぐしゃぐしゃだい大体残り7本ぐらいの箱の潰れ具合が一番かっこいいじゃあけそうやってタバコ口に加えててかっこよく出して周りが見てなかったらもう一回やった方がいいね 一回引っ込めてもう一回出す。これ7本残っとるときはチャンスですから。6位。ナチュラルアメリカンスピリットターコイズ。これはね、バリュワイルドなかっこいい男。珍しいタイプのモテオじゃね。決してなんかすごい勉強できるとか金があるとかイケメンってわけでもないんだけど、滲み出るなんかこう不思議な魅力がある人。人柄もめっちゃいいんよ。 なんかもう漫画の主人公みたいな人。なんなら白黒じゃし。いろんなとこ行っとるし、いろんな人知っとんよ。スケールがでかい人。ただ女性はね、その人の魅力に気づくまでちょっと時間かかるよね。ただ気づいたら一気に好きになる。<laughs> ただその人の欠点は急にどっか行く。えあれおらんさっきまでおったのにっていうパターンめちゃめちゃあるね。パッケージもかっこいいよ、この綺麗な色でね。なんか自由って感じの。これの T シャツ出たら俺5枚買うね。5位、ハイライト。 これ、激渋の男。昭和の男って感じ。ダンディーな。寡黙だよね。寡黙でたまにニコリ。歌手とか作家とかなんかそういうなんか熱中しとる人が吸っとるイメージだね。数本数は多いよ。吸い方もかっこいい。ジッポで火つけるよね。ジッポもこの2本で持つ。視点力点作用点。もうそのジッポでパッ火つけたら喫煙所のみんなかっこよすぎて吸うの忘れるよ。4位、マールボロ。まあ、あいわゆる赤丸じゃね。 これ若いコミュニケーション能力バリ高い男。モテるんよ、ナンパもうまい。煙と嘘みたいな褒め言葉吐きまくる。だいたい赤丸吸っとる人は合コン強いね。喋るし盛り上げるんよ。てか赤丸吸っとる人がタバコ吸いに抜けるときは他の人にチャンスが訪れる。ただ欠点は赤丸吸う人って自分の部屋で吸うけん、部屋バリ基盤どる。じゃけナンパして女の子が家来るときは女の子に黄色いカラコンしてもらう。 タ位ロングピース。これバリかっこいい。イメージだけのなんかパイロットとか吸ってそうやね。ちょっと遠い目をしてそうな、ね、こうやって。なんかね、野望がある人だよ。<laughs> 出世したい。タバコ出すとき、トン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 ってやる。もうそこにも野望がすごい感じる。目ギラギラしと。その感じが魅力的で超モテる。ロングピース日本髄なんかしたらもう50人に告られる。カートンに火つけてそのまま吸ったらこれファンクラブできるね。 2位、パーラメント100のボックス。まずね、もうこれ、顔がいいよね。ルックスがいい。スタイルもいいし。しかも金がある。ナンバーワンホストとか。こんな髪で20人ぐらいの女性と LINE しながら吸っとる。タバコ吸うし、もう息臭いと思うでしょ臭くないんですよね。これ不思議。あんなにタバコ吸っとるのに臭くない。口の中多分森があるね。小鳥がたまに口の中入っていくの俺見たもん。1位、JPS。 完全に完璧な男が吸う。頭の先からつま先までかっこいい。バリモテる。モテすぎて具合悪いよね。ああ、なんか具合悪いって。完璧な上司が喫煙所です。と。ぶり渋い。タバコの煙がもう竜みたいになってる男はみんな喫煙所に近づけこの JPS ってこれまずパッケージのデザインがバリかっこいいよね。普通に小物入れとして使いたい。何か入れてね。何も入れるもんなかったらもう砂とかでいいけん入れて持ち歩きたい。あの JPS が海とかに落ちとったら、 多分、ヤドカリもあの箱に引っ越すね。貝殻捨てて、ブワー走って JPS の箱の方行く。どうも、向井ワンダーランドです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今回はかっこいい男、モテる男が吸うタバコランキングってことで、ちょっとね、タバコシリーズやってくださいってリクエストが多かったんでやってみました。これ完全俺の独断と偏見なんだけどね。やっぱケントとかはね、なんかどうしてもおっちゃんのイメージがあるよね。逆にだけ若い男で吸ったら目立つよね。ケントなんだって。ケント吸う人になるよ、多分。 あと、ブラックデビルとかね。女性のある層にはモテるためにあとやっぱ男で細いタバコ吸っとる人は、正直ちょっとうさんくさいよね。ただちょっと頭良さそう。まあでも最近アイコスが多いね。やっぱね、電子タバコ。アイコスももっとデザインかっこよくならんかね。なんかもうすっごい竜の顔がついとるみたいな。羽とか生えてなんかもう、パタパタ、吸うたびにパタパタパタ,パタ、パタ,パタパタパタ、トルネードしとったりね。 というわけで何か偏見シリーズ、ランキングシリーズのリクエストありましたらコメントいただけると嬉しいです。あとツイッター、インスタもやってますんでよかったら覗いてみてください。チャンネル登録、高評価、ベルマーク通知よろしくお願いします。以上、向井ワンダーランドでした。ありがとうございます。